ブノワ・ジャコはフランスの映画監督、脚本家、助監督として映画界に入り、1975年に映画監督としてデビュー。なお、ブノワ・ジャコとも表記される。1970年代はテレビドキュメンタリーを多く手掛け、1972年、マルグリット・デュラスが監督したナタリー・グランジェ、1973年にはインディア・ソングで助監督を務める。 1975年に L ・アサシン・ミュージシアンで監督としてデビュー。1989年のデザン・シャンテでは主演のジュディット・ゴドレーシュがセザール賞の有望若手女優賞にノミネート。1995年のシングルガールでは主演のビルジニール・ドアイアンがプラハ国際映画祭最優秀女優賞を獲得している。2003年には ロイヤルオペラハウスにて、ジュール・マスネの歌劇、ウェルテルを演出し、オペラ演出家デビュー。その後、同作が、パリ・オペラ座で、ヨナス・カウフマン、ソフィー・コッシュ主演で上演され、TBS 放送も自身が監督。以来、両歌劇場のレパートリーとなり、再演を繰り返している。また、2014年には、オペラ座の依頼で、ジュゼッペ・ベルギの歌劇、 椿姫を新演出し、ディアナダムラウ主演で TV 中継されるとともに、ブルーレイ化。これまたレパートリー化されている。2005年、カンヌ国際映画祭の審査員に選ばれるなど、フランス映画界で広く活動している。ありがとうございます。